こんばんは。こんばんは。やってまいりました。12月20日。20日。木曜日。ルートナイト日本。第4。2018年も残すところわずかでございます。今日も木曜日です。木曜日。はい、42回ということで、このラジオを始めたのが4月ぐらいでしたっけ？4月ぐらいのイメージあるんですよ。そうでしたよね。42回。まあ、休んだり没になったり、うん、とあるレーベルから差し押さえられたりありましたけどもね。本日のゲストも、ね、ルート45スタッフチーフ、チーフ国です。国さん、イエーイ、イエーイ。マスケルだもんね。いや、どうでした、この1年は。この1年、はい、この1年もね、本当、ね、何も変わらずですね。本当に変わらないですか？変わらない。体重も変わらず？体重は増えましたね。夏までに痩せらんちゃうかったんや。あ、そうだ、最初それで始まったのに。そうでした、そうでした。第1回目、うん、痩せるぞみたいな話をしてた気がする。彼氏を作るわ。彼氏を作るもできず。できずなんすか？ちょっと来年に持ち越しますわ。持ち。あっという間ですよね。生活ね、日々過ごしてみるとあっという間ですけれども。どうでした1年、この1年は。この1年は僕はまあ娘がね、の成長がやっぱり目まぐるしく。そうだね。2月に生まれてのもう10ヶ月半、すぐ11ヶ月とかなんで、捕まり立ちをしたり、伝え書きをしたり。かわいい。ねえ。で、はい。なので僕は本当あっという間でしたけれども、ね。確かにね。昨日12月19日は、うん、ね、第1回放送でちょっと喋った某くししんぼうさんの一番街の7周年で、せーの、おめでとう。ね、いやー、7周年なんで、うちも年末7周年なんですけれども、そのオープン準備をしてるときに、うん、ここね、そのルートの、うんうん、箱を掃除して腹減ったから、うんうん、なんか新しくオープンした焼き鳥屋行ってみようって言って行ったのがきっかけでね。仲良しですもんね。ずっと可愛がってもらって、はい、うんうん、なんか嬉しいですよね、近くで同じ、うん、同じ時期で、ね、同じ時期にっていう、ね、同級生じゃないかって、ね、はい、嬉しい。同級生だ。なんかね、ちょっと僕も今年はまあ漫才も結構ライブをやりましたし、うんうん、もちろんね、しおりんと一緒にラジオも初めて、生まれて初めてやらせてもらったし、そうだ、し一番でかい、いろいろ、うん、そうだね、いろいろね、ラジオ始めた、すごい、エンターテイナーですね。エンターテイナーということで、ラップもね、朝早い男女というイベントでラップをやらせてもらったりとか、すごい。なんで結構まあ多趣、もともと多趣味なんですけど、うんうん、なんかいろいろやら、めちゃくちゃやってますよね。めちゃくちゃやってる。ただ俺は一つだけ叶えられていないことがあります、今年。何？しおりんがツッコミをやりたいということです。確かに、はい、やれてない。僕、あの、太郎さんとやってる漫才は別に、うんうん、事務所にも入ってないんで、うんうん、はい、いいんですよ、僕は時間があれば掛け持ちして。あ、なので、そういう制限なしで、もうあと残すとこ11日ですよ、2018年。どっから一回ちょっとネタをね、4分でもいいんだよ、 M1 尺でもいいんで、ちょっとここの場 でそれを国にやってみたいですね。ああ、審査っていうか、ちょっとダメ出しとか、まあ、はい、客観的に見てもらおうみたいな、はい、上沼恵美子さん的なポジションで、島田紳助さんがいらっしゃったポジションで上から言ってほしいな。うん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 。でどういうシチュエーションがいいですか？ベタなやつをやりたいっていうのは前伺ってたんですけども。いや、ベタな、やっぱそのコント漫才、そうそう、途中でコントがちょこっと入って、ね、みたいな、俺これやるんでこれやってもらえませんみたいな、やっぱそのベタなやつね、うん、僕も好きなんですよ、あれ。しゃべくりは難しいやつ、難しいと思います、あれは、うん、スキルはいるんで、うんうん、言うても僕もまだ3年ぐらいしか漫才やってない。すごい3年だよ。じゃあどういうシチュエーションでいきます？あのね、はい、やっぱりやってみたいのは、普通に練習したいことですよ。そうそう、あるある、うん、あのやっぱりこう飲み屋さんいろいろ行ってて、はい、
食いしん坊さんとかでも中でも、うん、ルートさんの中でも ねやっぱバーの中にいる人になってみたい、はい、そういうよくありますもんね。そうそうそう、今日はお客さんだけどイベント的に、うん、あそう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 、誰それが立つよみたいなね。はい、国も もともとそうでしたからね。そっか、国さんもね、はい、じゃあしおりんがマスターをやってみたいと。うん、じゃあ俺はその日に行くお客さんというポジションで。コントって何でもできるからすごいね。そうなんですよ、夢が叶えられる。じゃあ M1 の第、うん、まあ、1回戦ということで気兼ねせずにやってみます、うんうん、足ツッコミでツッコミお願いします。僕じゃあ分かりました。僕、まあ、適当にボケるんで。はい、いきますよ。はい、エサカー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 、はい、どうもやってまいりましたけれどもね。やってまいりました、はい、まあ私たちね、いつもね、はい、ラジオばっかりやってるって言われてますけど、はい、まあラジオだけじゃないんだからやれることは、うん、コンビ名は何でしたっけ我々。コンビ名、はい、ゆうととしおり。ゆうととしおりです。ですわかんない。全然面白いの出ない。ルートナイトニッポンズで、あ、ルートナイトニッポンズでお送りいたします。いやー、はい、ゆうとさん、はいはいはい、私ちょっとね相談したいっていうか、はいはい、もう平成も最後なんで。そうっすよね、もうちょっとね最後に夢を、まあ、まず2018年がまず終わるんで、うん、はい、そう夢を叶えたいというかやりたいことがあるんですけど、はい、ちょっとそれがね難しそうで、ちょっとね一回ちょっと練習したいんですけど、ね、あ、もうしましょうよ、しましょう。それはもうさっきもちょっと言ったんですけども、はい、やっぱバーの中にちょっと立ってみたいんですよね、はい、あ、なるほどなるほど、うん、マスターをやってみたい。やってみたい。じゃあやってみましょう。やってみます。じゃあしおりんが、うん、そのバーのマスター役、私がバーのマスター役で、僕そこにフラッと行くお客さん役ですか。そうですね、はい、かしこまります。かしこまります。変な店来ちまったな。人のやつを取っちゃった。漫才エクスプロージョンのね、漫才エクスプロージョンのギャグ取っちゃった、はいはい。カランコロンカラン、いらっしゃいませ。あ、どうもジローと申しますが。はじめまして、ジローさん。はい、ここまだできたばっかりのお店で、ちょっと私もこの辺全然わかんないんですけど、ぜひ飲んでてください。あ、はい、マッサちょっとうんち漏れそうなんだけど、テキーラください。テキーラ、はい、はい、あります。あ、テキラあります。もう有名なところのやつ用意してますので、はい、テキラ6個ください。テキラ6個、はい、まあそうですね、まずはいっぱいの。マスターチャージはあるんですか。あ、ですね、最初今はなしでやらせていただいてるんで、ノーチャージで。ありがとう、はい、ありがとう。財布に優しいお店ですね、はい、今日は今手持ちが15万円しかないんで。あ、はい、全然大丈夫です。はい、超えそうになったら言ってください。超えそうになったら、はい、はい、マスターまず、まず僕のこの抜けた歯ばっかりなんですけども、はい、インプラントを5本。あ、ここ歯医者じゃないので。何、インプラント、インプラントかあいつって。何何何何、ちょっと待って、難しい。え、あ、ここは歯医者さんじゃなくてバーなのでインプラントはやってないんですよ。じゃあ早くテキーラ6杯ください。はい、テキーラね。はい、どうぞ。さあ、はい、いい店だね。どうですか、テキーラ美味しいですよね。マサ男いんのかい。あ、いや私は全然もうお酒、レズか、レズか、レズではないんですけども、まあどっちもいい。ベイか、ベイ、ベイセクシャルか。ベイセクシャル、ベイセクシャルって何ですかね。ベイセクシャルかって言ってんだよ。ベイセクシャル、ベイセクシャルっていうのをちょっと初めて聞いたんですけども。ペーパンか、ペイパン、ペイパン、ペイパンか、おめえは。ペイパン、ペイパンって、タイパンかって聞いてんだよ。
パイパン、まあどちらかといったらパイパンだった時もありますけど、今はどっちかといったら生えてる方でして。ベーセクシャルなのかお前は。ベーセクシャルではないですけど、まあだけど、はい。ちょっと待って。ちょっと待った。ちょっと待って。あら。ちょっと待って。ちょもうちょっとちょっと待って。あそれもできるのかよ。ごめんなさい。お会計だもん、お会計しろ。お会計。お会計しろ。じゃあお会計しますね。うん、テキーラが 1,2,3,4,5,6 杯、うん、650万になります。インプラント代取ってんじゃねえよ。15万しかねえって言ったじゃねえか。確かに。ぼったくりか。ありがとうトリーか。ありがとうトリーミユキ。トリーミユキか。違う、もうそれ違うところの大事な芸のじゃないですか、それ。鳥みゆきの旦那かお前は。鳥みゆきの旦那じゃないよ。旦那じゃないよ。旦那はあの人じゃないですか。あなたの相方じゃない。もうええわ。もうええわ。どうもありがとうございました。全然ダメですね。もうダメでしょ。全然ダメですね。絶対ダメだよ。もうこれはちょっとほんとダメ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 。全然突っ込まないじゃん。全然突っ込んでくるな。突っ込めないもん、ほんと。なんでよ。ちょっとやってみてよ。じゃあ逆に俺がそれあのプロの目で見ますね。私とクリさんで。え、クリさんがコランコランコラン。いらっしゃいませ。あ、めっちゃいらっしゃいませ。テキーラを7つください。お一人で？はい。テキーラ7つ、はい、すぐにください。すぐにどうぞ。うちの美味しいテキーラ7つです。ボケなきゃいけないんだからね、国はね。そうか、そうだよ。酔っ払ったですよね。テキーラは酔っ払うんですよ。ちょっと酔っ払った。じゃあマスターも一杯。ありがとうございます。テキーラを、はい、10杯一杯一杯一杯かい。今のはね、でもボケてない。ボケゼロ。わかんない。ボケがダメだ、ほんとダメ。じゃあ変わってください。俺マスターやるんで一回。うん、シロンお客さんやってください。私はお客さんね、わ、うん、かった。カランカランカラン。いらっしゃいませ。その説は。その説は初めて来たんですけど、このお店近所にちょっとできたなと思って気になってて来たんですけど。何しましょう。そこは突っ込まれないですね。いや、僕ボケなんで。あ、そっか。そうです。あ、はい。はい。え、何？何しましょう。テキーラをちょっといっぱいいただいてもよろしいですかね。かしこまります。かしこまります。変な店行きちまった。あ、すみません、失礼しました。はい。口癖でした。あ、ちょっと改めて。そうなんですね。かしこマリリンモンロー。マリリンモンロー。トゥトゥピドゥ？あれ？これはマリリンモンロー、ね。マリリンモンロー。あ、マリリンモンローみたいなテキーラってことですか？最後でございます。あ、初めて飲むな。はい、はい、当店自家製のテキーラでございます。マリリンモンローって言うんですか？ハッピーバースデーミスタープレジデントという名のテキーラ。素敵。どうぞ。ありがとうございます。おいしい。え、それ生産カリなんですけど。しんどるやないかーい。どうもありがとうございました。一発。この難しい。あ、すごいね。やっぱ漫才でやれるってすごいね。じゃあ日々のそのあれもそうだけど、まず一発ギャグが欲しいって言ってたところからいきましょう。あ、一発ギャグね。アドリブってやっぱさすがに難しいですよ。いや、めちゃくちゃ難しいもん。何も出てこないもん。だってあのね、マスウェルさんであの、うん、オルタのフェスとかにやった、うん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 、トリミユキカーで、うん、
その太郎さんが思いっきり俺を蹴ったりどつくみたいな、うんうんうん、あれもアドリブではなく普通にちゃんと何回も練習して同じテンションで俺のこと蹴ってますからね太郎さん。すごいね、やっぱプロってすごいですね。パソコンズ、パソコンズね、パソコンズ、パソコンズは偉大ですよ。一発ギャグを考えましょう。あと4分、あと4分ぐらいしかないんで。いや一発ギャグもさっき私、はい、ほんと Google で検索して一発ギャグ平成最後のコツみたいな。コツ、一発ギャグのコツ、うん、やっぱダジャレとか。そうなんですよ。そうなので言葉遊びだもんね全部ね、やっぱね。最近そのね地上波とかに出てくる芸人さんとかだと、うん、流れ星の、あ、中江の方の、まあね、あれは相方の滝上兄さんが、うんうん、作ってるらしいんですけども、うんうんうん、ああやっぱ、うん、もちろんそのダジャレ的なのもあり、まあ、顔とかバイブスでの一発ギャグみたいなのもあるんですけども、やっぱ数値当たる部分はあるかもしれないですよね。全然出てこないもん。まあ、しおり、しおりだ、中英はなんか中英みたいな、君をずっと幸せに中英みたいな登場するじゃないですか。だからあれをしおりに置き換えるとチューウェイって名前もまあちょっといいよね、まあまあ、でもシオリンはやっぱりもうだってこのね全世界の YouTube のリスナーの方はシオリンって、うん、シオリン日本語わかる方はシオリンっていう人がいるんだなと思ってるんで、うん、そこはもうシオリンでなんか考えましょうじゃん。シオリン韻を踏むとイオイン、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 韻を踏むとダジャレ的になると韻を踏むのね。ジロリンとかもそうですよね。ジロリン白線の女やないかい言って。なっちゃう。ジロリンシオリンで。ジロリンシオリン。新次郎さんと漫才やったらいいんですか逆に。もう未知数。喋るのかなお互い。わかんないですけど。え？あでもほらあの太郎さんからもらった一発ギャグあるじゃないですか。あはい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 、あれをじゃあちょっとラジオで初本邦初あ初公開、動きでね惑わしてる部分があるけど、まあ音声だけで想像していただくっていう、そんなの当たり前ですよ。当たり前張り、そうキレがある、うん、いいもんねあれね。俺いいっすよね、うん、危機一髪、父発達とかね。おお、そういろいろもらってるじゃないですか。だって多分いやこれはもらってない。そうですか。なんだろう、一発ギャグもう全然出てこないもん。本当に私ダメだと思う、あの言葉の。しおりごり押し、下から読んでも、しおりごり押し、もうなんかあるものをね力ずくよく言うっていうのはできない。それがバイブスなんだ。パワー系ってやつ、ね、パワー系、パワー系、うん、あー書いてあった、なんかもう最後はダメならパワー系みたいな。そうそう、難しいわ。ゆうとさんとか言葉遊び、まあそのあるじゃん、まあラップもやってるんで、ね、そう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 、はい、ほんとどうやったらさ、はい、例えばさ本をさ読むとか、何が一番さその言葉のあれを楽しみっていうのをこう、あとラップもそうじゃん、絶対言葉がさ、もともとその何ですか、小学生の時とか、うん、もう完全に僕私立文系型なんですよ。はいはい、国語大好き、うん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 、言葉が好きで、うんうんうん、声に出して読みたい日本語とか、うん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 、でいろんな小説とかも好きで、うん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 、でだからそのヒップホップって全然詳しくないんで、うんうん、海外の例えば8マイルを見た時とかも、はい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 、その英語のラップとかって、うんうん、ただあ何言ってるか分かんないけどかっこいいな、うん、でもそのケツメイシとかキックザカンプルとか大好きなんですけど、うんうんうん、なんかその日本語だから分かるじゃないですか。分かる分かる、その何を言っててね、そうそうそう、似てる言葉とかで、なおかつ意味がつながるみたいなのがすげえなと思って、うん、で謎かけを始めたのはそういうのもきっかけだったんですよ、うんうん、言葉遊びをしたりとかって、うんうん、あれももうダジャレなんで、うんうん、ダジャレみたいな部分もあるんで、うん、
だから そこそうっすね。だからまあ俺がコツっていうのもおこがましいんですけれども、なんだろうな、まあ今日あれですよね、年末スペシャルなんで20分超えてもいいんですよね。はい、はい、いいっす。あ、言葉遊び、なんかね、だからこの間あのね、うん、太郎さんの誕生会お盆にやった時もなんか一発ギャグ作れみたいな、はい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 、で、紀州南高梅ってお題が出て紀州南高梅23個食えみたいな、ただ韻を踏んだそうそうそう、紀州南高梅23個もいらんわみたいなのが生まれたりしたんですけど、それも別に、うん、なんかリアリティないけども、うんうん、23個食うのは、うん、韻踏んでるわみたいな、うんうんうん、気持ちいいもんね、気持ちいいもん、はい、パワーってこう、そうなんですよね、っていうのが一つのだナイツさんの、ナイツ兄さんの、ナイツ兄さんのね、言い間違いみたいな、言い間違いね、私肛門見えましても、うんうん、みたいな、肛門見えたらあかんでしょみたいな、あのクールなツッコミとかも素敵ですし、ナイツすごい好き、なんかね聞いてる、なんだろうね、全く本当にね、もう本当にヒューストン、人のやつはこうさすぐ出る、こう出てくるんだけど、なんだろう、そういうの、そっか、なんかなんだろうね、そういうパスをどんどんしおりに与えてたら、なんかそれにつながるね、なんかボケが、一人っ子だからかな、関係ないか、人関係ないっすよ、いやなんかあんまり口に出して発することがあんまなかったから、まあそれをやりたいっていうので、ね、そうそうそう、始めたのがルートナイトニッポンだったりしますからね、そう本当にそう、うん、そうあんまそんな、そう、ね、そう、だからそれもありがたい、やってくれれば、そうそう、ちょっとね、じゃあワンランク、でもツッコミがやりたいですもんね、目指すはツッコミ、なんかね、いい、いや、ちゃんとツッコミとボケでもさ、ボケでもその適当にさ、私もなんか酔っ払ってただ単にやってるだけだから、じゃなくてこう、この間やったじゃないですか、カードゲーム、はい、あのなんだっけ、あれツッコミカルタっていうのやってた時も、うん、あれも難しかったの、私ツッコミカルタってお題があって、ボケがいっぱい書いてあってやる、あるんだけど、でこのボケの人が、まあ、お題を読んでボケたことに、そうフリートークして、それで、その自分の手札、あ違うか、その場に置いてあるカルタみたいなのが置いてあるので、うん、なんとかかよみたいなのがいろいろ置いてあって、その場でそのバーンってカルタ見て取って、そう、あそれなんとかかよみたいな、それってボケでもやっぱ突っ込みやすいようにこう決められた単語で突っ込むわけですよね。そうだから、でもそれでやっていくと多分もう自分で考えることというよりね、もうなんかそれに合致するカードねえかっていう方向に頭がいっちゃうと思うので、うんうん、じゃあクニと俺で今からボケたらやってみて、ちょっと、うん、うん、はい、どうもどうも、ゆうとです、どうも、クニです、二人合わせてゆうとくにです、イエーイうるるるるるウェイ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 俺田沢湖も枯れたことで飲んだよ、田沢湖、十和田湖も枯れ始めた、結構行ってるな、おめえ琵琶湖行くか、次一緒に琵琶湖行きてえけどな、カルピスしか行けねえな、割り勘で琵琶湖飲み干すか、半分で行けねえな、半分にカスピ海、カスピ海全然行けねえな、でももうサバゴビ砂漠みたいな、いや行けねえ、ゴビ砂漠っていうのも砂漠って意味だから、ゴビ砂漠って意味だから、砂漠って意味だから、それから
全然いけねえな。パスポート持ってねえからね、俺まず。いや、俺もや。誰か突っ込めよ。とわどこ、とわどこまでしか行けない。おい、どうも、ニューメンバー。ウェイ、しおり。ウェイ、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 おい。ツッコミ担当しおり。ウェイ、おい。おめ、どこ飲み干せんだ、おめが。俺か？うん。どこ飲み干せる？俺は。止まんじゃねえよ。俺は。俺は、俺だ。俺は、あ、いやいやいや、カリブ、カリブ行くわ。カリブ、カリブ。来年カリブ行く、カリブ飲みます。カリブ行く。カリブ飲みます。カリブ飲みます。国地中海飲みますからな。私は、司会だ、司会。司会だ、司会だ、司会だ。塩分のとすげえよ、あれ。司会だ。むくぶよ、翌日。翌日むくぶ？司会は塩分すごいんだから、あそこ。浮きながら、浮きながら飲めばいい。だから。めちゃくちゃ言うめちゃめちゃウェニンコ現象ウェニエンコボリビアのウェニエンコにしとけ言っとけ満足に満足させよう突っ込み早く全然突っ込みなの私そろそろ尺がねくなるそうだよこれそうだよいつまでボケていいのか突っ込みていいのかはっきりしろよ突っ込めない希望の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 俺ほらもう突っ込めずエンディングが来ちゃったよしおりダメだ私はダメだじゃあ次回までに改めてちゃんと最終でボケか突っ込みどっちか選んでくださいヤクルト言ってくれ何が気に入ってんだよ俺は言ってくれ上手がいいな上手がいいなどうもありがとうございましたまたねまたね